土曜日です。ドレスの中にキャミソールみたいのがプリントされてる。ねえ、普通のバッグに見えるじゃないですか。あ、そうすごいですね。ドロエベさんに関係が深いのは、この黄色の今回お茶碗を出品している桑田拓郎さんになります。こんにちは、シトレイです。今回はですね、ちょっといつもの趣旨が違うんですけども、私のロエベ愛があふれる15分間くらいだと思ってもらってます。まだ何分になるか分かってないけど何分か、まあちょっとお付き合いいただければなと思います。なんでか知ってる？はい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 、で何か分かる？はい、もう分かりますよね。誰しもが知ってるパズルバッグですね、はい、このねロエベのトートバッグですね。パズルのトートバッグが7月13日から発売なんですけども、持ってるやつですね、うん、しかもねこれねちっちゃいのもあるし、めちゃめちゃでっかいのもあるの。あ、そうなんですか。3歳児くらいだったら入るくらいのバッグあるよ。3歳児ね、うん、頑張るわこうやってくらいにでかいのもあるんだけど、まあ一番使いやすいのは私これかなと思ってこれ持ってるんですけども、はい、このロエベのそのパズルトートバッグに合わせて、実はロエベが新しい、プロジェクトを立ち上げたのね、はい、それがロエベザシティっていうんだけど、ロエベのおすすめする場所を巡ってねっていう、それを紹介する、サイトが立ち上がったんだけど、東京と京都で合計15店舗あるんですよ、はいはい、今回はその中の2店舗行ってみたいなと思ってます。で、今は恵比寿かな、はい、のこちらです。ドーン、ティーバックス、お茶屋さんです。ちなみにお洋服はロエベです。これね、あのね、ドレスの中にキャミソールみたいのがプリントされてる、そのトロンプインみたいな、騙し絵みたいな、あ、黒い部分が、そうそうそう、こうなってるんですね。あ、本当だ、言われてみればね、可愛くない？可愛いですね、ね、うん、そしてあ、サングラスのこと？ロエベロエベ、この形可愛くない？トイシリーズって言っておもちゃみたいなヒールになってるの。あとこの形もいいのよ、この形、うん、丸っこい感じ、そう、可愛くない？早速入ってみますか。やってるかい？みたいなこんにちは、はじめまして、こんにちは、はじめまして、お名前お伺いしてもよろしいですか、はい、ティーバックス店長の米山と申します。米山さんです、はい、よろしくお願いします。ちょっと常連ぶってすいません、とんでもないです、これやってみたかったんです早速なんですけども、はい、ティーバックスはいつからできたの？2018年の4月1日にオープンしてます。一応、うん、メインは日本茶を使った、飲み物を提供させていただいている、まあ、日本茶のカフェですね。でもあのすごいかっこいいのはなぜとんでもないです。一応このネオ茶室というものを、まあ、コンセプトに、僕らみたいなちょっとカルチャー色の強い人間が、うんうん、こういった茶室があってもいいんじゃないかという、今までにない新しい茶室を提案するのをコンセプトに、はい、このような内装になってますね、うん、この大きさ感も茶室感ありますもんね。そうですね、はい、ちょうどいい大きさのサイズで、まあ、上の方とかもこれもサビに見えるんですけど、うん、実はこれペンキで塗られてたりとか。そうなんだ、はい、そうなんです。おしゃれ、革新派ありがとうございます。なんかいろんな重機がかっこいいのよ。だってこういう昭和なものがあったり、はい、隣にこう鹿が置いてあったりとか、はい、アンティークのものもあれば、まあ、今の現代でも販売しているようなものも置いてるんですけれども、基本的にはそうですね、うん、古いものが多いかもしれないですね、重機とかに関しては。なんか面白いアプローチだなと思って、まあ、実際若い僕らのに近い20代の子たちとか10代の子たちって、うん、急須を使って入れさせていただくようなお茶っていうものって、うん、やっぱり馴染みがない若い方ってまだまだ多いんですよ。なのでそういったものを、まあ、農家さんだったりとか生産者の方の、うん、苦労だったりとか思いをこういったものを通じて新しい世代にも伝えていけられたらなという思いで、やらせていただいてます。じゃあ早速メニュー見てみたいなと思います。どんなのがあるでしょう。はい、まずは緑茶ですね、うん、随時まあ20種類ほどの茶葉がうちではご用意があるので結構量が多いんですけども、まずは緑茶ですね。緑茶の次にご案内させていただくものがほうじ茶になります。ほうじ茶、まあ、うちではその茎のほうじ茶だったり、まあ、いわゆる葉よりも高級とされている茎のほうじ茶だったりとか、うんうん、まあ、ちょっと変わった緑茶とほうじ茶の中間のような埼玉県のお茶なんですけども、白骨茶と言われるものだったりとか、ハーブとのブレンド、ほうじ茶とハーブをブレンドしたようなほうじ茶のご用意もございます。お茶のラテだったりのご用意もございます。牛乳とお茶を、はい、掛け合わせたものだったり、あとは柑橘系のシロップとお茶と、まあ、炭酸を使ったものでお茶のソーダも入れると。へえ、はい、コーヒーのソーダは聞いたことあるけど、お茶面白いね。そうですね、この2つに関しましては緑茶ベースと、うんうん、まあ、こちらはウーロン茶を使用してるんですけれども、うんうん、まあ、2タイプご用意しております。あとは最後にアルコールですね。急須を使っていっぱいいっぱい丁寧に抽出させていただいてお出しさせていただくこちらの緑茶割り、お茶割りですね、うんうんうん、はい、だったりとかスピリッツだったり
り、アルコールですね、アルコールのものを茶葉を漬け込んでカクテルに仕上げたようなお酒のメニューもございます。何か飲んでみたいんですけど、米山さんのおすすめは？はい、僕がちょっとお茶を始めるきっかけになったお茶がありまして、緑茶のカテゴリーの中から、奥豊かという品種をご案内させていただければなと思うんですけど、はい、どんな味がするの？はい、こちらはかぶせと言われる技法ですね、製法を使っておりまして、お茶の茶葉を収穫する1週間から10日ほど前に被覆と言われる布をかぶせてあげるんですよ。そして光合成を止めてあげることによって、アミノ酸だったりとか旨味成分が育つんですね、はい、なので出汁が香るような旨味があるお茶ですね。あともう一個ちょっとティーソーダ気になりません？はい、ぜひぜひ。じゃあこのグリーンアップルティーソーダもお願いします。はい、さっきの例のバッグ、私うんちく言ってもいい？ねえ、普通のバッグに見えるじゃないですか、はい、変態じゃないトートバッグですよね、はいはいはい、見て、はい、米山さんも見てもいいよ。ぜひぜひ拝見させていただきます。あれ、このポカポカしたのはなんだ？えい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 、あれあれ あ, あれ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 、すげえすげえ、あれ、あ、すごい、じゃーん、すごくない？すごいですね。ね、こんなぺたんこになっちゃうの。こんなコンパクトに。そう、なんかね、折り紙をモチーフに作ってあるから、はいはいはい、折り紙ってこんな感じにならない？なりますね。ね、すごくない？めちゃめちゃかわいい。かわいい、ね、なんかさ、こういうのってさ、旅行とかよくない？あ、なるほどなるほど、コンパクトに。そうそう、旅行でさ、持っていくバッグってさ、くしゃくしゃになると嫌じゃん、はい、塩になりたくないから、はい、なりません。この紐の部分もちょっとずつずらしてあるから重ならないの、考えられてるよね。あとあれか、ちょっとした軽食もあるんだね。はい、そうですね、おにぎりだったりとか、あとはまあスイーツのご用意もございます。あ、塩あんもなかとか、はい、ほうじ茶、チョコレートケーキとか。はい、なんでお茶好きになったの？もともとは僕はコーヒーを前職やっていたんですけれども、ここにお客さんで通っていたんですね。飲んでみたら今までのお茶の味と全く違う自分の中での衝撃、それこそカルチャーショックですね、日本人なのに日本のものにカルチャーショックを受けたっていうインパクトからがきっかけですかね。最後の一滴、そうですね、よくご存知で、やっぱりお茶は最後の一滴が一番旨味が詰まっていると言われているので、それを絞り出すように抽出していきます。お待たせいたしました。こちらが奥豊か、先ほどご説明させていただいたかぶせ茶と言われる品種のお茶になります。いきます。どうぞ。美味しい。お湯が違う、丸い、まあ、一応水自体も鉄釜を使って水質を変えるようにはしてるんですけれども、まあ、そうですね、お水にもこだわって。あとそのお茶で渋いのが苦手だったりとか苦味が苦手っていう人いると思うんですけど、全然そういうのがない、はい、家でやれるんですかね、こんな。あ、一応、はい、うちの方ではお茶の販売もさせていただいてるんですけれども、まあ、急須をお持ちでの方用の、まあ、茶葉のご用意もあれば、ティーパックとかのご案内もあって、すべてそちらにレシピを入れさせていただいてます。じゃあ次のソーダ、はい、初ソーダ、茶ソーダお願いします。はい、こちらはグリーンアップルシロップですね。シロップとお茶と炭酸の掛け合わせのものになります。入れて最後にソーダアップしていきます。これをソーダアップ、はい、できました。不思議そのリアクションがいただけてよかったです、不思議。シロップで甘いんだけど、ちょっと粉っぽいやつもちょっと入って、甘いの苦いの何なのみたいな、でも美味しいわみたいな。シロップの甘さの中に緑茶の味わいが混ざってきて、さらにそこにちょっとすっきりな炭酸が入るので、本当に不思議な味わいですよ ね、はい、なかなか多分飲んだことのないような飲み物だと思います。これはぜひ、来てほしい味、ありがとうございます、なんかじゃ説明ができないの。そうですね、はい、甘いんだけどそこまで甘すぎないから、甘いの苦手な人も全然いける感じのやつです。はい、今回米山さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ハマりそうなんでまたプライベートできます。はい、またぜひお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次にやってきたのはですね、天王洲ですね。どこに来たかと言いますと、こちら、工作兼近ギャラリーになりますね。こっちもロエベに縁が深いアーティストさんたちが所属していたりとかするんですけども、今はちょうどグループ展ですね、やってるみたいなんで入ってみたいと思います。こちらになります。今回はオーナーの兼近さんが天の声として参加していただけるということで、いろいろ話聞いてみたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
早速なんですけども、今これはグループ展何人くらいやってらっしゃるの？日本人作家4名と、後ろの海外作家ルビーネリというロサンゼルスのアーティスト1名、合計5名のグループ展になってます。で、確か、ロエベさんに関係が深いのはこの黄色の今回お茶碗を出品している桑田拓郎さんになります。2018年か19年なんですけれども、2回目のクラフトプライズで特別賞を桑田さんがいただきました。なんか、はい、ジョナさんが好きそうな感じしますもんね。そうですね、はい、一回コレクションでもコラボレーションをしていて、モデルの方が着ていた洋服に桑田さんの陶板が使われていたりとか、覚えてる、はい、覚えてる。あとバッグにちっちゃなぐいのみのようなものが、はい、取り付けられてる。あのシーズンのあれがあのの、そうです、ね、この人だったんですね。そうですね、ようやく点と点が線で結びつきました、はい。そして、このお迎えのこちらは、はい、正面は青木豊という日本人の作家になります。で、一応光をテーマに毎回制作をしてるんですけども、この作品に関しては今年制作された作品で、台北のアートフェアで一回展示したんですけれども、日本では今回初お披露目になる作品です。で、次はこっちが、こちらはヒルレッシューズ、レディガガが履いたヒルレッシューズで知られている立穴範孝さんが2017年18年頃に制作した平面作品になります。古来からいろいろな世界中に使われている七方柄、円を組み合わせた七方柄というモチーフを立穴さんが取り入れて制作した絵画作品になります。で、次はこっちは、はい、向かいはこれは今野文子さんという作家で、8シーズンロエベとコラボレーションしています。これの特別バージョンとか新しいバージョンはもう一つのギャラ隣のギャラリーでやってます。そうです、ね、はい。じゃあこれは後からゆっくり見るとして、はい、かわいいんですよ。カラーのこっちは、こちらルビーネリというロサンゼルス在住の、一応こういうセラミックだったり平面作品を作ってる作家なんですけれども、今年初めて日本で初個展を、弊社で開催したんですけれども、展覧会の中から1点ほど今回は展示してます。で、隣がもう一個あるの、はい、隣で今野文子さんという作家の個展をやっております。2021年にそれこそロエベの撮影でパリに渡ったんですけれども、1週間の隔離生活をしなければいけなくて、まだコロナの時だったから、コロナの時ですね、はい、でそこで撮影したシリーズになります。この文子さんはどんな作品が特徴なの？双子がいるように見えるんですけれども、写真の中央に切れ目があって、これですね、はい、2枚の写真をつないでる作品になるんですけれども、このシリーズは今野さんの代表作になります。ありそうでないよね、これね。すごいなってアイディアで、今回結構その1週間だけの限られた時間と限られた場所で制作された作品なので、すごく濃厚な作品になってますね。そうだね、はい、これやってみたくなりました。やってみたい、やってみたい、やりたくなった自分で。しかもこのカッティングの入れ方もなんかこう秀逸ですよね。そうですね、綺麗にスッて割るんじゃなくて、なんかちょっといびつな感じ。今合成の技術がすごいじゃないですか、あえてのこれを押しますね、アナログな。そうです、ね、どういったところに違うものを、なんかここ違うなって思ったの？表現がすごいシンプルなんですけども、何か一回見ると引っかかってしまう、記憶に残ってしまう、そういった強さ。確かになんか聞いたことあるんですけども、はい、いい作品とかいい食べ物とか、はい、いい経験って余韻が残るんですって、はい、あ、はい、余韻がある作品なんだなって気がします。あ、そうですよね。これ見てみます。足がこれ全部切る。そのバージョンもありかみたいな。あ、でもこれ細かく言うと3人いるよ。ワン、ツー、スリー、これトリプルバージョン。三つ子ですね。三つ子ですね。お姉さん自分でやって部屋で飾ってしかもちょっとあなた気づいたことない？若干顔かぶってない？あ、レイさんねえ、なんとなくね、なんか自分でもなんかね、他人じゃない感ある。シンパシーを感じます。どうでした？2カ所もあって。いや、なんかほら、普段私たちって基本洋服ファッション中心じゃないですか。なんかそれが食だったりとか、そのこのアートに触れることができてすごい面白かったし、なんか私もっとアート詳しくなった。
詳しくなりたくなった。詳しくなったのに。もう極めた。でもこれをきっかけに他のギャラリーも見てみたいなって思ったりしたよ。で、そのロエベザシティ他にここのギャラリー以外の、ギャラリーだったりとか、あとはバーだったりとか、もういろいろあるので、確か東京8、京都が7、計15。ぜひぜひ皆さん行ってもらえたらなと思います。概要欄に URL 貼っとくんで、よかったらぜひぜひ見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。